聖、セバスティアヌス、あるいは聖セバスティアノは、キリスト教の聖人、殉教者、聖セバスチャンとも表記される、3世紀のディオクレティアヌス帝のキリスト教迫害で殺害されたと言われてきた。彼は、美術や文学で、柱に身を縛り付けられ、矢をいられた姿で描かれることが多い。聖教会では、 聖地名者セバスティアンと呼称され、記憶日は12月18日。カトリック教会での祝日は1月20日。セバスティアヌスの殉教の詳細は、はじめアンブロジウスによって仕上げられた。ミラノ司教アンブロジウスは、ミラノからセバスティアヌスが来たことを述べ、彼は、すでに4世紀に劣勢されていたことがわかる。5世紀のアクタ・サンクトルムは、 17世紀の聖人伝作者、ヨハンネス・ボランドゥスによって、アンブロジウスの作品だと未だ言われており、ヤコブスでオラギネの黄金伝説の内容をここに引用すると、セバスティアヌスは、ガリアナアルボネンシスの生まれで、ミラノで教育を受け、その後、ディオクレティアヌスとマクシミアヌス配下の親衛隊の長に任命された。皇帝は、彼がキリスト教徒であることに気がついていなかった。 セバスティアヌスは、囚われの身であった二人のキリスト教徒マルクスとマルケリアヌスを、その信仰で励ましたことからすぐに知られてしまった。マルクスとマルケリアヌスは、キリストを否定して、ローマの神に捧げ物をする、よう、家族から嘆願され嘆き悲しんでいた。セバスティアヌスのオーラは、口の利けない女性を癒し、奇跡はすぐに78人の人々を、 キリスト教に回収させた。言い伝えによれば、マルクスとマルケリアヌスは、兄弟で女妻であった。二人はどちらも優れた一族から妻をめとり、ローマに妻子と暮らしていた。兄弟は、ローマの神へ犠牲を捧げるのを拒否して逮捕されたので、ある。兄弟は父トランキリヌス、母、マルティアが獄中を訪問した際、二人から、キリスト教貴教を嘆願されていた。 セバスティアヌスは、聖、ティブリティウスとスザンが同様にトランキリヌスとマルティアをキリスト教に回収させた。しかニコストラトゥスの妻、ゾエも回収した。言い伝えによると、ゾエは6年も言葉を発しなかったという。しかし、彼女はキリスト教に回収したいという望みをセバスティアヌスに知られたのである。回収するとすぐに、ゾエの口に言葉が戻った。 ニコストラトゥスは、囚人の残りを連れ出した。彼ら16人は、セバスティアヌスによって回収していたのである。しかクロマティウスとティブルティウスも回収した。クロマティウスは囚人を解放してその職を辞し、カンパーニアの故郷に引退した。マルクスとマルケリアヌスは、後に、カストルスによってかくまわれたが、ニコストラトゥス、ゾエ、ティブルティウス同様に殉教した。ディオクレティアヌステは、 セバスティアヌスが裏切りを支援したことを責めた。そしてそして、セバスティアヌスは死ぬまで、そこに放っておかれた。奇跡的に、矢でいられても彼は死ななかった。聖カストゥルスの未亡人聖イレーネは、彼の遺体を救い出し埋葬するためにやってきて、まだ、セバスティアヌスに、息があるのを発見した。イレーネは自宅へ彼を連れて行き、健康になるまで解放した。 同じ建物に住む他の住民はセバスティアヌスがキリスト教徒ではないかと疑っていた。そのうちの一人の少女はローアで盲目であった。セバスティアヌスは彼女に神と共にいたいと望みますかと尋ね、彼女の頭上で十字架を切った。はい。と少女は答え、すぐに彼女に視力が戻った。セバスティアヌスは階段に立った。そして彼が かつてそうしたように、ディオクレティアヌス帝を前に熱弁を繰り広げた。皇帝は彼を死ぬまで殴だし、遺体を一目を避けて捨てた。しかし、幻影となって現れたセバスティアヌスは、聖イレーネに、純潔な彼の体がある場所を教え、イレーネは彼を、使徒の納骨堂に埋葬した。セバスティアヌスは、国史病から信者を守ると言われてきた。黄金伝説によれば、 グンブルト王時代に、ロンバルドを、国死病の大流行が襲った際、パビア地方にある聖ペテロ教会で、聖セ,セバスティアヌスの祭壇を混流したことで、流行が止んだという。聖遺物は、現在ローマのバシリカ内にあると主張がされている。この場所には、聖ペテロと、聖パウロの仮の墓があるところである。教会は現在、 サンセバスティアーノ・フオーリレ・ムーラ聖堂と呼ばれている。聖セバスティアヌスの殉教、アンドレア・マンテーニアが国史病からの守護、また、兵士の守護聖人であることから、中世に人気があり、自然と重要な位置を占めるようになった。最も描かれたのは、後期ゴシック様式とルネサンスの画家たちである。ハンラの姿で体を歪ませたポーズをとっているのが、一般的である。 キリスト以上に、若いハンナの男性の姿で描かれることの多い、聖人である。彼を描いた画家は、ソドマ、サンドロ・ボッティ・チェッリ、アンドレア・マンテーニャ、ペルジーノ、エル・グレコ、グイド・レーニ、ヘラルト・ファン・ホント・ホルスト、ジャン・ロレンツ・オベルニーニラである。建築物には、サンタ・ポリナ・アレ・ヌ・オボ・聖堂のモザイク、サン・ピエト・ロ・イン・ビンコリ聖堂がある。聖イレーヌに解放される聖セ,セバスティアン。 ジョルジュ・ドラ・トゥールが、1645年頃17世紀になると、主にセイ、聖セバスティアヌスとセイ、聖イレーネという構図が描かれた。ジョルジュ・ドラ・トゥール、ホセデ・リベーラ、ヘンドリック・テル・ブルホヘインラがこの構図を描いた。これは、教会が、ハンラの若者像を単身で飾ることを忌避したためで、ある。ガブリエーレ・ダンヌンツヨ原作、クロード・ドビュッシー作曲の音楽劇。 聖セバスティアンの殉教では、初演時に、ユダヤ人女性イダルビンシュタインが主役を演じた。このことに激怒した、パリ大司教が、カトリック神徒に対して、感激の禁止令を発し、ローマ法王朝が、ダヌンツヨの全作品を禁書目録に入れるなど、スキャンダルに発展した。トーマス・マン作、ベニス・ニシスでは、セバスティアヌスの像が、 ギリシャ神話のアポロンのごとき永遠の若さを表す思考の象徴となっている。エゴニシーレは自らをセバスティアヌスになぞらえた自画像を1915年に描いた。サルバドールダリはロルカ時代に数度セバスティアヌスを題材に選んで描いた。三島幸男の小説仮面の告白の中で主人公はグイドレイニカクのセバスチャン純教像を見て 性的興奮及び文学的環境を催す。後に三島は、自らがこの構図そっくりのポーズを撮った写真を、篠山騎信に撮影させている。三島の死後、この写真と同様の構図の三等の肖像を、信仰のあった横尾忠則は制作している。三島は、 生前に密かに自分だけの墓を確保し、そこに、マンティーニアによる聖セバスチャンがのポーズを取った自分の、等身大、ブロンズ像を制作していた。祝日はカトリックでは1月20日、聖教会では12月18日。兵士、国士病、競技選手の守護聖人でセバスティアヌスの生涯を描いている。聖教会歴2008年日本ハリストス聖教。 海峡団発行アクタ S、サバスティアニマルタライズ、インミニア J、P、ミニア、パトローロジーカーシスコンプリーティスアキュラント。セブンティーン、1021から1058、ザ、ディテールズギブンヒアフォローザーブリビエーテッドアカウントイン、ジェイコブデボラヒネ、レガンダーウレア、エベニーザーコブハムブルーアー。エ d ディクショナリーオブミラクルズ、イミテ s ティブ、リアリスティック、アンドドグマティック、 11、レガンダー・アウレア、ザ・ゴールデン・レジェンド、リーディングス、オン・ザ・セインツ著者、ジャコバス・デボラ・ヒネ・グーゲル・ブックス、中野京子、中野京子と読み解く名画の謎対決編、文芸春秋、2016年、116ページ。ISBN 978から4から16から39308から8。A.B. 三島幸男の愛した、美術、三島幸男文学館。 サブジェクツオブザビジュアルアーツストリートセバスチャン glbtq.com 2007年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月1日閲覧ありがとうございます